万代橋ラインは、新潟県新潟市中央区花園一丁目の、新潟駅、モズ口から、万代指定、小町、市役所、白山を経て、西区青山に至る新潟交通のバス路線である。新潟市が同社と共同で整備した、新潟新バスシステムにおける、帰還路線であり、2015年9月5日に運行を開始した。本校では、 同システムについてもまとめて述べる。新潟駅、モズ口を起点に、万代指定、本町、小町、新潟市役所や白山公園、白山駅などを経由して、西区のイオン、新潟青山店付近に至る路線で、新潟市の都市機能が集積する、都心軸を縦貫した後、新潟島の南西部に至る運行経路となっている。路線名の万代橋ラインは、 中央区中心部の品濃川に架かる国、指定重要文化財のバンダイ橋にちなんだもので、当選は、モズ指定石杖町、本町間でバンダイ橋を走行する。バンダイ橋ラインは、全種的な路線再編を行う新潟市の新潟新バスシステムの取り組みに合わせて導入されたものである。これは、将来にわたって持続可能な公共交通網確保の、 ための抜本的な取り組みとして、運行区間が重複、冗長して、工述の問題点が発生していた、中心部のバス路線を再編、集約した上で、生じた余力を郊外方面の路線の維持や拡充に当てるものであり、バンダイハシライン開業と同日の2015年9月5日に導入され、市内全域にわたって、バス路線の大規模な再編が行われた。 新バスシステム導入にあたっては案内機能や交通欠接点の整備が行われ、ゾーンバスの輸送体系が実現したほか、機関路線であるバンダイハラインでは輸送力確保のため連接バスが一部導入された。これら一連の取り組みによって、利用者減少と郊外路線減便の悪循環に歯止めがかからなかった状況を脱して、自然体としてバス利用者増につながったとして、 日本モビリティマネジメント会議マネジメント賞をはじめ、様々な賞を受賞している。設備、案内表示、車両を含むトータルデザインは GK デザイングループが行っている。なお、連接バスの購入やバス停の整備などの費用は新潟市が負担し、新潟交通が運行業務を行う公設民営方式となっている。新潟駅前、モズ指定から、 市役所前、白山駅前、青山の各停留所にバスロケーションシステムが設置されているのをはじめ、特に新潟駅前、市役所前、白山駅前、青山の4カ所は他のバス路線や鉄道などとの乗り換え拠点として整備され、デジタルサイネージ等によるバンダイ橋ライン及び、他路線の乗り換え案内などが行われている。このうち、 市役所前のバンダイ柱井乗り場南側には、各方面への路線が発車するバスロータリーが設けられており、6番線横の待合所には、新潟交通の IC カード、リ・ユートのチャージ機や、飲料類の自動販売機が配置されているほか、無料 Wi-Fi のサービスも行われている。また青山バス停が所在するイオン、新潟青山県1階のイートインスペースには、バスインフォメーションが設けられ、 市役所前と同様にデジタルサイネージやリユートのチャージ機等が配置されており、バス利用者の待合スペースとしても利用できる。なお、青山については暫定整備の段階であり、既存の道路上に仮設の設備が設けられたため、開業前から悪天候時の乗り換えに関して懸念の声が出ていた。開業時点では専用走行路や車外運賃修時は、 設けられていないものの、路線集約の効果などもあり、従来の路線バスと比較して、定時性が向上している。路線網再編の様子。複雑な路線が整理され、基幹系統が通り、新潟駅を経由しなかった東方面路線も、駅を中心とした形態へと変化した。中心部のバス路線網の問題点従来の中央区の新潟交通グループの路線バスの 運行区間は、新潟駅前市役所前間をはじめとする、中心部で重複、上長が著しく、運行体系が複雑で、非効率な状態となっていた。一例として、同じ方面のバスが上長して発着する、団子運転や、逆に運行間隔が過度に開く、間引き運転が発生していたこと、重複する各路線のバス停の位置が、複雑化し、 利用客に戸惑いを与えていたことなどが挙げられる。また、北区や東区方面に至る東新潟方面の全路線と、江南区東部や秋葉区方面に至る南新潟方面の路線の一部は便によって、発着地が大きく異なり、特に、商品線と、が渡たる線は、新潟駅、もず口からの最寄り停留所が遠くかつわかりづらい位置に、所在するなど、 鉄道とのアクセス性や利便性が著しく低かった。新たな交通システム計画との一元化これとは別に、新潟市では少子高齢化や中心市街地の再生などに対応し、都心部において自家用車を使わなくても移動しやすい、サービスレベルの高い交通環境を実現するため、中央区中心部に 新たな交通システムを整備することについて検討を進め、BRT、ライトレール、小型モノレールの3種から検討を進めた結果、整備費が低廉で、現状の都市設備を活用できる BRT の採用に至った。その後運行事業者の募集を実施した結果、新潟交通が選定され2013年4月8日に基本協定を締結した。 これにより、BRT 事業は、前景の問題解消を目的としたバス路線専門の再編と合わせて一元的に実施されることが決定した。整備区間の変更2012年3月に市が制定した新たな交通システム導入基本方針においては、新潟駅前白山駅前間での整備が示されていたが、その後10月に新潟交通が事業者募集時に、 新潟市へ提出した提案書の中で当時改修が進められていた白山駅北口の駅前広場の面積が狭いでバスの発着に支障が出る恐れがあることなどを理由としてイオン新潟青山店付近への延伸を提案しその後の協議の結果整備区間は現在の当線の運行区間である新潟駅前青山間となったこの区間は 西新潟方面の路線のうち、西区境林、内野地区方面に至る寺尾線、大堀線、流通センター線と国道8号などを経由して、南区方面に至る8号方面線の運行区間が重複し、前景の問題が長区間にわたって慢性化していた。また、この区間のうち市役所前から、青山間は1999年4月5日に、 廃止された新潟交通電車線の白山前駅、東青山駅間に、新潟駅前市役所前間は、実現に至らなかった道線の市内中心部の延伸計画区間に、それぞれ該当する。2015年9月5日の開業に際して、実施された新潟交通グループのダイヤ改正は、新潟市内のほぼ全域にわたる、運行体制の再編を伴う大規模なものとなり、 既存路線の発着地や経営地が大幅に変更された。万代橋ラインに並行する前景の5路線は、ほぼ全便を青山発着とした。前景の問題が発生していた東新潟方面の路線については、ほぼ全便が新潟駅、もず口及び万代指定バスセンター発着に統一され、鉄道との乗り継ぎの利便性が大幅に向上したほか、 当路線との乗り継ぎにより、小町、市役所方面への柔軟なアクセスが可能になった。一方、中央区の新潟と北東部の入船地区へは本町、もしくは小町、中央区南部の山形、鳥屋の地区へは、市役所前で、それぞれ番台橋ライン及び同線に並行する路線と乗り換える方式となったため、路線再編で、小町、新潟駅方面まで乗り換えを強いられることになった。 地域からは不満の声もあった。いずれの路線も一部を除いて、平日には中心部との間を乗り換えずに移動できるよう、朝の公開発と夕方、夜間の中心部発のダイレクト便が設定されている。新潟駅の降下化後に降下した交通広場が整備されるのに伴い、道路線を駅南側へ延伸し、南北直通を行う計画がある。 車体を大きく曲げて、モズ指定停留所を出発する連接車両当初、中央区中心部では、車線中央部に専用走行路と停留所を設置する計画で、開業時にはまず、新潟駅、モズ口より一長間で導入する方針であった。そのため、新潟市と新潟交通は、道路管理者や新潟県警察などと調整を、 進めたが、車線減少による自動車交通への影響や乗降客の安全確保に関する問題に加え、信号処理や、当機関の除雪等などの諸問題をめぐって調整が難航したことなどから、運行開始時点での専用走行路の設置は見送られ、暫定的に既存の道路設備をそのまま使用して運行することとなった。2013年計画では現在進捗している。 新潟駅付近連続立体交差事業が進捗し、新潟駅の高架下バスターミナル、交通広場が竣工する際には、BRT の運行設備を LRT に転換するか否かについても検討するとしていたが、このように専用走行路すら存在しない状況にある。なお、運行区間の片側車線数は下記の通りである。新潟交通グループが方面別に設定している。 ラインカラーは、レッド、路線番号は、B1 だが、停留所、車両等の案内上では単に、BRT とのみ表示している。基本的な運行区間である、新潟駅前青山間においては、平日の朝、夕方は3から5分間隔、昼間は10分間隔、土曜、休日は、終日10分間隔、早朝、深夜は平日、土曜、 休日とも15から30分間隔で運行している。大半の便は、新潟駅前青山間での運行だが、青山バス停周辺を循環運行する青山本村及び、青山一丁目発着便、車両の出入ことを兼ねた西武営業所発着便が設けられている。二千十七年三月十五日のダイヤ改正からは、道路線と並行するもののそれまで、 別個のダイヤとして存在していた、寺尾線、大堀線ダイレクト便と、昇進線、モーニングライナーを、万代橋ライン直通という形に設定することで、統合し、運行間隔を、さらに充実させた。運行種別は、確定のほか、快速が1時間あたり1から2本、程度設定されている。ただし、快速の運行間隔は一定ではなく、平日の朝、 夕方は15から30分間隔、その他は30から95分間隔となっている。なお、快速はすべて青山発着で、青山本村、青山1丁目及び西部営業所発着の便、直通便は設けられていない。B13 系統が停車する、昇進4丁目バス停、万代橋ラインには、下記4つの運行系統が設けられている。なお、 運行車両の行き先表示上は、路線、系統番号の表記を単に BRT としており、下記番号の表示は省略されている。新潟駅前青山間の経路はいずれも同じである。番台橋ラインの停留所のうち、基本運行区間の新潟駅前青山間の16箇所には、停留所番号が付与されている。また新潟交通グループの停留所用表示板は、 地色にグリーンを使用しているが、バンダイシライン用の表示板は地色にラインカラーのレッドを使用しており、ダ路線と判別しやすいよう配慮されている。ただし、青山伊勢の停留所には番号は付与されておらず、ダ路線と同様にグリーンの表示板を使用している。新バスシステムの開業に合わせ、従来の乗り割り30に加えて新たな割引サービス、 待ち割り60が開始されている。これは、バンダイ橋ラインと乗り換え先の対象路線との間を指定乗り換えポイントで60分以内に乗り換えた場合に直通運賃で生産できるものであり、60分と余裕ある時間設定のため乗り換え地点で買い物等を行うことができるのも特徴である。新潟交通の IC カード、リ、ユートを使用することが条件であり、 スイカ等の交通 IC カードや現金で割引を受ける場合は、新潟市発行の乗り換え現金カードが必要となる。なお、状況には、バンダイ橋ラインに関連する指定乗り換えポイントのみを記載した。並行する C3W1W w には、運行本数が多く、新潟駅前小町市役所前の足として、本路線とともに利用されている。 新潟駅前小町を含む区間で並行する路線を以下に上げる。連接バスツインクル4台と一般バス約30台を運用して運行を実施している。近年は11月に行われる新車導入で BRT 対応フルカラー一般バスが多く導入されている。連接バスはスウェーデンスカニア製のシャーシに オーストラリアボルグ連製のボディを仮装したものが導入された。当初は導入に4.9億円かかると見込んでいたが、入札の結果3.2億円で導入できることになった。また、料金表示器、車内液晶モニターボタン、整理券発券機などは、レシップ性、音声はエンドレスエコー性と一般バスと変わらない。一般車両は、 先頭部にラインカラーのレッドを地色に BRT のシンボルマークが記されたヘッドマークが掲出されるほか、車内に情報案内用モニターが設置されている。BRT として使用されないときは、新潟交通のロゴマークが記されたヘッドマークに差し替えられる。なお、ツインクルは原則として、道路線の快速のみで用いられるが、 鳥屋の方南部でのイベント時には大量輸送を図るため南新潟方面を走行することもある。なお、当初の想定では、連接バス8台と一般バス2台を用いる計画であった。2018年5月の利用者数は285,886人であり、1日あたりに換算すると9,222人である。また、 一便あたりの平均利用者数は34.2人であり、並行する W2 西小針線及び W1 有明線に次いで新潟交通では3番目に多い。また、新バスシステム開業前後で比較を行うと、団子運転の解消や無理のないダイヤ設定により、定時性が向上していることが特筆される。ありがとうございます。